皆さんこんにちは。現在89歳とは思えないほどの美貌と健康的な体を維持している草笛光子さん。未だ数多くのミュージカルや映画、ドラマなどで活躍されています。1958年からは自身の番組である光子の窓の司会を務め、若くしてテレビ番組で活躍してきました。映画金田一耕助シリーズでは全作品に出演しています。ですが、草笛光子さんといえばやはり本領発揮できる場はミュージカルにあるでしょう。ラマンチャの男のアルドンサ、王様と私の家庭教師アンナなど、代表作を挙げたらキリがないほどの出演数と貫禄です。近年ではファッションブック草笛光子のクローゼットが話題を呼んだのも記憶に新しいところでしょう。2021年にはドラマその女ジルバでのキラコママの美しさが大きな反響を呼びました。またコロナの影響で延期されていた老後の資金がありません、もうすでに公開されています。自粛中は自分を見つめ直す良い機会になったそうです。充電というよりは新たなスタートに向けて前向きな日々を送っていたようです。美しい銀髪、姿勢の良さ、気品の漂う佇まいからは大女優のオーラが伝わってきます。しかし草笛光子さんの場合、なぜか威圧感を感じさせません。そんな草笛光子さんには唯一認知症の母について後悔してきたことがあると言います。今回は草笛さんの私生活や認知症だった母親、最近の大怪我についてお話ししたいと思います。草笛光子さんは本名を栗田光子と言い、1933年10月22日生まれ、神奈川県横浜市の出身です。2023年90歳を迎える年でもなお現役で活躍し続けている草笛光子さん。美しいので多くの男性と交際したのではないかと考える人もいるでしょう。しかし実際に草笛さんが結婚したのはたったの一度で、26歳の時でした。元夫は作曲家の芥川靖さんです。父は文豪の芥川龍之介さん、兄は俳優の芥川博さんという芸術家一族に生まれました。大河ドラマ赤穂浪士や映画入り甲田山のテーマ曲が代表作です。その他にも数多くの映画ドラマ舞台の音楽を手掛け、室内楽や管弦楽も作曲しました。テレビ出演でお茶の間にも知られた昭和を代表する作曲家といえます。草笛さんは芥川靖さんと交際を重ねていた1959年オペラ家計大状のジャンヌダルクに主演しています。終演後、感激していた一人の女性が草笛さんの楽屋を訪れました。女性は後に姑となる人物で、二人の交際を知っていたそうです。草笛さんに対し光子ちゃんは、こんなに感動的な舞台をやれたのだからもうお嫁に来てくださいと伝えたそうです。こうして翌年に二人は結婚することになりました。芥川靖さんにとっては二度目の結婚でした。しかし1年9ヶ月後に離婚することになります。原因は芥川靖さんの連れ子と草笛さんの関係が悪かったためとされています。他にも草笛さんが悩める夫へ寄り添ってあげる余裕がなかったためなど、様々な説があるようです。その後芥川靖さんは再婚しており、生涯で3度結婚しました。ハンサムということもあり、かなりのプレイボーイだったのでしょう。しかし草笛さんは再婚することなく独身のまま俳優業に邁進しました。結婚生活では挫折した分、俳優業では大成しようと決意したのでしょう。芥川靖さんとの離婚後、独身を貫いてきた草笛さんですが、他に家族はいるのでしょうか。短い結婚生活の中で子供は授かっていません。家族としては母、妹、弟がいますが、順番に見ていきましょう。母は富田富江さんです。草笛光子さんのマネージャーとしていつも親子で芸能界を生き抜いてきました。92歳で亡くなりましたが、草笛さんは今でも母を思い出し号泣することがあるようです。
号泣する理由として母親についてこのように語っていました。一緒に暮らしてきた母は晩年認知症を患って台所で鍋を焦がしたり、徘徊がひどくて廊下に柵をつけても出て行ってしまったりの状態でした。けれど私が母のそばに寝て終始面倒を見ようと思っても現実には仕事を辞められません。世間にも一人で親を見る方がいらっしゃるでしょう。大変なはずです。どうしたらいいのでしょうね。私は苦渋の選択でしたが、弟と妹が決めた施設に預けることにしました。母に会いにたびたび施設へ行きました。和やかな時を過ごして帰る時間になると母は決まって一緒に帰ろうとするのです。エレベーターが閉まる間際まで、みつこちゃん私帰りたいのよと懇願しました。帰りの車に揺られながら母の顔と声が頭から離れず、これでいいのかと自問し心が引き裂かれるようでした。今でもその時のことを考えると涙がこぼれます。あの時連れて帰ればよかった。母の最後は家で迎えさせてあげたかった。臨終の時にいてあげたかった。後悔しないように生きようと思っても少しずつこうした後悔が残っていますと、やるせない気持ちを吐露しています。母との思い出のため、草笛さんはお母さんが亡くなった日に足首にミサンガをつけると、もう色が変わってしまったけど赤い絹糸だったのよ。母が亡くなった日に結んだの。まだ一度も切れてない。だから母とはまだつながっているのと大事に身につけており、ミサンガが切れた時のためにいつもバッグの中に赤い絹糸を用意し、切れたらすぐに結び直すつもりであることから、お母さんとは永遠につながっていると話していました。こうしたことから二人は強い信頼関係で結ばれた親子だったことがうかがえます。次に妹は1937年生まれで俳優の富田恵子さんです。姉ほど知名度は高くないものの、数多くの舞台や映画に脇役として出演し活躍しています。演劇界の栄誉ある賞菊田一夫演劇賞も受賞しているため実力ある役者と言えるでしょう。弟は占い師で気学師の富田直美樹さんです。1924年に日本で創始された先生術である気学を専門とし、気学団体妙気会に所属しているとのことです。多彩で個性的な人が多い家系であることがわかります。さて、草笛光子さんがある劇団の出身であるという噂があります。ネット上には草笛さんが宝塚王子という噂がささやかれていますが、これは誤りです。実際に所属していたのは SKD という略称で知られる松竹歌劇団でした。かつて倍賞千恵子さんも所属していた宝塚歌劇団と並んで人気と実力を誇った歌劇団です。1950年5期生として入団し、深草翔子さん、淡路恵子さんとスリーパールズというユニットで人気を博します。在籍中の1953年松竹映画純血革命で銀幕デビューを果たしました。翌年に SKD を退団し東宝の専属となり、多くの映画に出演しています。日本のミュージカル女優の先駆けにして2023年現在もますます精力的に活躍中の草笛光子さん、80代とは思えない美しさや年齢の重ね方が世代を超えて支持されていますが、過去には病気で聴力が低下したり圧迫骨折をしたりしたこともあったようです。そして長いキャリアの中で病気のために舞台を降板したこともありました。69歳の時には下牛型メニエルによる聴力低下のため芸術座の港町13番地を降板しました。この時は約2ヶ月にわたる公演で長期間の出演は困難と診断されたとのことです。聴力低下といえばショップジャパンのテレビショッピングに登場したことで集音機楽チンヒアリングを愛用していることも周知の事実になりました。2020年10月のインタビューでも最近は補聴器を使っていると明かしています。また舞台で圧迫骨折を経験したこともあったといいます。圧迫骨折とは脆くなった骨が負荷に耐えきれず押しつぶされてしまうことで、
多くは骨密度の低下が原因とされています。骨密度の低下は自覚症状がないことから、圧迫骨折を起こしてから気づくケースも多いのでしょう。草笛さんはこの時の圧迫骨折をきっかけに健康についての意識が高まったといいます。草笛光子さんのモットーは、健康でいれば何でもできるというものだそうです。怪我や病気を寄せつけず、元気でいるための体調管理は徹底しているようです。健康の秘訣はよく食べることと明言しており、旺盛な食欲はまさに元気の源と言えるでしょう。基本は3食きちんと食べることで、朝食前には梅干しを入れた新蒸し煎茶と、小松菜やセロリ、リンゴ、バナナなどでジュースを作って飲むことが長年の習慣なのだそうです。過去にテレビ番組の企画で草笛光子さんの腸年齢を医師が測定したところ、実年齢より実際若い62歳と判明しました。実際も若いケースは珍しいそうです。いかがでしたか？ミュージカルの舞台に立ち続けるためには筋トレも必須と力説する草笛光子さん。ライフワークともいえる舞台なので、いつまでも立ち続けたいという熱い思いもあるのでしょう。腰に 8kg の重りをつけたスクワットやバランスボールに座ったままで食事をするなど、日々の努力を怠らない草笛光子さん。年齢を重ね、さらに輝きを増していく大女優の姿に憧れの眼差しを向ける人は多いでしょう。これからも美しい姿で活躍されることを期待したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。